先生こんにちは。こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からのご質問です。はい。先生こんにちは。こんにちは。私は長年アトピー性皮膚炎を患っており、うん、今は近所の皮膚科に通院しています。はい。顔や体中の皮膚に色素沈着や細かいシワシワがあるのが悩みなのですが、うん、はい、これを美容整形で治すことはできますか。はい。治療するなら美容皮膚科の方がいいですか。うん。高須クリニックさんでアトピーの治療をしてもらうことはできますか。うん。ご回答をよろしくお願いします。どうぞ。質問です。はい、わかりました。はい。時々同じような、ね、質問が来るんですけれど、はい、基本的にアトピー性皮膚炎ってアレルギー疾患であって、はい、まあ、何かアレルギーの元になる原因物質があって、まあ、それで常に肌に炎症が起きている状態なわけですね。はい。炎症が起きると色素沈着が起きてちょっと黒ずんだりとか、はい、あるいは炎症を繰り返すことによってシワシワになって肌の張りがなくなったりっていうのはあるわけです。ただアトピー性皮膚炎の治療ってやっぱり原則は皮膚科でやってもらうスタンダードな治療なわけです。はい。まあ、それはあの医者によってね多少違いはありますけれど、まあ、ステロイドを使ったりとか、あと免疫抑制剤、あるいは抗アレルギー薬とか抗ヒスタミン薬、まあ、そういったものの内服とか外用でコントロールしていって、まあ、なるべく炎症を抑えていこうと、で、まあ、ずっと付き合っていく病気なわけですね。まあ、バシッと治療してこれで完治するっていうのはね、まあ、ほとんどなくて、まあ、あったとしてもあの軽症の方でもう非常に稀なわけであって、まあ、基本的にアトピーの人はまあ一生付き合っていってそういったお薬でコントロールしていくわけですね。はい。はい。で基本的にアトピーの皮膚っていうのは常に炎症が起きている状態なわけです。で肌の表面の、まあ、表皮がガサついていて、でバリア機能が非常に落ちてるんですね。皮膚って表面の表皮がバリアになってて、はい、いろいろなね物質とか毒とかが表面についてもそれがあの皮膚の奥に行かないようにバリアになってるんだけど、そのバリア機能が非常に落ちてるので、はい、まあ、あんまり強い刺激をしない方がいいっていうのはありますね。そうなんですね。はい。でじゃあ、まあ、高須クリニックとか、はい、まあ、美容整形クリニック美容皮膚科クリニックでアトピーの治療してるかどうかってなると、はい、まあ、たまにねちょっとやることはありますね。それはね、はい、あくまであの皮膚科でアトピーのコントロールが良くて、はい、まあ、結構落ち着いてると、はい、ひどい炎症がなくてそこそこ落ち着いててで、それに対して、まあ、フォトフェイシャルやったりとか、はい、ポラリスとかイープラスとか皮膚の表面のマイルドな治療をやるっていうことはありますね。まあフォトフェイシャルとか、はい、あのポラリスでも E プラスでも、まあ、それ以外の美容外科美容皮膚科の治療って、はい、あくまで原則は健康な状態の皮膚に対して何か外的な刺激を与えて綺麗にしていくっていう治療なわけですね。あくまでそれはアトピーで傷んだ皮膚を綺麗にするっていうよりかは、はい、まあ、多少アトピーによってできたものにもターゲットになるんですけれど、はい、まあ、基本的に健康な方に行うのと同じ概念でやる治療なんですね。その方は今コントロールがどれぐらいかわからないんですけど、はい、まあ、色素沈着がひどくてシワシワになってるっていう状態なわけなので、はい、それをその状態からきれいにできるかどうか、美容皮膚科美容外科でできるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと見てみないと分かんないんですけど、まあ、本当に申し訳ないんですけどできない可能性がね高いんじゃないかなって思いますね。通常色素沈着に行う治療って、はい、まあ、ハイドロキノンとかトレチノインの外用ってやるわけですね僕たち、はい、まあ、それはあくまで健康な人がシミができたりくすみができて、はい、あるいは乳輪の色素沈着で乳輪が黒ずんでる人に対して、はい、まあ、そういう外用をしていってターンオーバーを良くして色素をどんどん上に押し上げていって脱落させていって綺麗な皮膚にしていこう、色素沈着を取ろうっていう治療なんですけれど、
肺動機能もトレチノインもね、非常に刺激が強いんで、はい、アトピーの人に行うのは僕はね禁忌だと考えてますね、はい。まあ、それもいろんな考え方があるので、はい、あの皮膚科のお医者さんによっては使ってる人もいるのかもわからないけど、まあ基本的にあの刺激の強いものだし、はい、そもそもアトピーでバリア機能が落ちてる人なので、はい、まあ、僕はやらない方がいいと思いますね、はい。やってしまうと大抵皮膚が表面がすごく腫れ上がって赤くなってしまって、はい、結果としてその炎症によって余計色素沈着が起きるっていうことがあるので、まあ、色素沈着によるの治療っていうのは難しいですね。あとまあシワシワになってるっていうのも、はい、ちょっと難しいかもわかんないですね。まあ、通常ほうれい線にヒアルロン酸打つとかそういう簡単なものじゃなくて、はい、皮膚の表面の炎症によって皮膚が飛行して硬くなってシワシワになってるっていう状態だと思うので、申し訳ないけど美容皮膚科美容整形で治療するものではなくて、はい、まあ皮膚科であの地道にコントロールしていってこれ以上ひどくなるのを予防するっていう感じの治療になるんじゃないかなと思いますね。見てないからわからないですけれど、で時々アトピーの患者さんって、はい、まあ、ずっと皮膚科に通ってて、あのなかなか良くならないと、はい、あのだったら美容皮膚科とか美容整形とか行けば最新のレーザーとか最新の塗り薬があってそれでツルツルに綺麗になるんじゃないか、綺麗にするのが専門だからあの美容整形とかそういうところに行けばいいんじゃないかなって思ってる人がいるんですけど、はい、まあ、残念ながらねそうではないんですよね。やっぱり基礎疾患があるので、はい、しっかりと基礎疾患の治療をしていただくっていうのがやっぱり大前提になって、はい、まあ、場合によってはちょっとフォトフェイシャルとかポラリスとかできるっていうことがあるかなってぐらいですね。まあ、それ以外の、まあ、ウルセラとかサーマクールとかリフトアップ系とか引き締め系とか、まあ、糸のリフトとか、まあ、そういう治療もやることはありますけど、はい、その方が気にしている色素沈着とか、はい、あの皮膚の表面のシワシワ細かいシワとかは、はい、そういった治療ではちょっと無理で、うん、あくまであの基本的なアトピーの治療を地道にやっていただいてひどくなる予防していくっていう感じでですね、はい、はい、という感じですね。アトピーが良くなっている状態で診察を受けていただくっていうのは大丈夫なんですね。うん、それは大丈夫なんですけど、状況によりますね。最初に話した通り美容皮膚科美容整形の治療って健康な状態の皮膚の人に対して行う治療がメインで、まあ、それが大原則なので、はい、アトピーのコントロールが良くて綺麗な皮膚だったら、まあ、フォトフェイシャルとかポラリスはできることがありますよっていう程度であって、アトピーによってできたひどい色素沈着やシワシワをきれいにするっていうことはねできないことが多いです。申し訳ないですけど、はい、あの非常にねデリケートな皮膚なのでバリア機能が落ちてるんで、ね、刺激を与えるとかえってひどくなるっていうことがあるので、そうですね、せっかく仕上がっていただいてきれいな皮膚にしたいのに、うん、あの逆にちょっと不調になっちゃうっていうのも、ね、うん、その健康保険で治療してる人たちって、はい、アトピー以外でもね、はい、先天奇形とか高心率とかあのいろんな病気があって、はい、健康保険だからこれが限界であって、はい、で美容整形に行けば最新の治療で、はい、最新の機械とかレーザーとか薬があってすごく良くなって、はい、あのハッピーになれるんだって夢を描いてる人がいらっしゃるんだけれど、現実的にはねできないっていうことが多いですね。そのケースバイケースなんですけど、はい、まあ大変申し訳ございませんが、おそらく今の状態だと美容整形美容皮膚科に来ていただいてもちょっと特別これがいいっていうね治療をお勧めできないっていうことがあると思います。ある程度コントロールが落ち着いてて、まあ、フォトフェイシャルとかポラリスとかね、美容的な治療をやってみたいっていう方だったらできることはありますけれど、それはあくまでアトピーの治療をするっていうよりかは、アトピーでコントロールが良くて落ち着いてて、でさらに美容的な治療をしたい、まあ、普通の美容的な治療をしたいっていう人がやるっていうことになるので、まあ、アトピーの状態がすごく良くなるっていうものではないです。
はい、じゃあ以上です。はい、伊藤先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。